私が紹介したいのは、古賀さんが書いた、ねえ見てこの豊かな時間、デニーズゲ2000円のパフェをです。はい。で、まあこれはですね、古賀さんの変わった言い回しをいっぱいこれでもかと詰め込んである記事なんですけど、はい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 。古賀さんを堪能できますね。そうですね。パフェを味わいながらにしてドリンクバーを飲めば無限にジュースも飲めてしまう。これも結構当たり前のことで今感動しているところは、まあ、古賀さんそういう当たり前のところで感動する人なんであれですけど、あと着丼、パフェが来たことを着丼ってか何の断りもなく書いてて、目の前に出てきた時、座ってきた、座っていた椅子から腰が5センチ浮いてそのまま5秒止まりましたもんって、これ結構なんかトムとジェリーみたいな表現、漫画的な表現を文章で書いてて、はいはい、これあれだな、前に佐伯さんがあのマフラーの時に飛行機からなんだっけ、青空に飛行機が飛んできて文字が流れたって表現を書いてて、文字で、あ、こういう漫画的な表現って別にもうみんなの頭の中にこう絵があるから文字だけで再現されるんだなと思ってたんだけど、うんうんうん、そうか、これもそうだなと思って、はいはいはい、だからわざわざそんなね細かく説明しなくても、もう絵があるものはそれを使えばいいのかと思って、うんうん、止まりましたもんっていう語尾変わってるのを、そうですね、もんですね、うん、でその後ここおかしかったんだよな、俺この記事でここが一番面白いなと思ってるんだけど、右上のパフェを食べ終わってコーヒー飲み終わった後、うん、私コーラを飲もうと思ってるんですよ、そんなことあるないですよね、していいことだとちょっと思えない、でもする、みんな今日はありがとう、みんな今日はありがとう、これちょっと小賀さんっぽくないですよねなんか、あー、そうですね、まあぽいっちゃぽいんですけど、まあなんか面白いですよね、面白いですね、みんな今日はありがとうって、そんなことあるってのはよく小賀さん口調で口癖で言ってるのはわかるんですけど、はい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 、うん、でなんかほら割と最近エッセイストとして人気なので、うんうんうん、エッセイだなみたいな感想多かったんですけど、ここ全然違うじゃないですか、なんかみんな今日はありがとうって、ね、なんかテキストサイトみたいじゃないですか、ここだけああ確かに、そう、こうなんか理屈もつながってないですね、そう全然つながってないですもんね、そうなんです、勢いですもんね、うん、勢いで書いたなと思って、で最後が小さな椅子お出ししますねと声をかけたで終わってて、うん、なんでジェットストリームかよと思ったんですけど、まあそういうあの出来事で終わったなと、はいはいはい、余韻って感じですね、まあ、そうそう余韻で、でこんなまあ記事があってエッセイですねなんて話があったんですけど、ただねこうこれで面白いんですけど、やっぱり入り口は2000円のパフェっていう情報なんですよ、情報だのが大事だよ、うんうんうんね、大事だよってことをまたちょっと言いたいんですけど、はいはいはい、ね、いやこれエッセイをエッセイとして書いてしまうとやっぱりインターネット騒がしいのでうるさいっていうか、もう気を引くような広告やら、うんうん、ね、ツイッターもいっぱいそんなのばっかりなんで、やっぱりちょっとはこういう2000円のパフェみたいな情報があった方がいいなと思っていて、うん、まあデイリーでたまに言ってるのはやっぱりまあ、あの書いたりするそれをどう感じてリアクションするかってところがデイリーの面白いところで、そういうとこ重視してんだけど、でもやっぱり入り口になんか珍しいことがないと読んでもらえないから、その読んでもらうきっかけとしてちょっと珍しいことを言いましょうって、はい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 、私の喫茶店探訪記だとちょっとねこう引きがないから、やっぱり2000円のパフェ、よだって2000円じゃないもんね、あれ1991円だから、ほぼ2000円であるってすごい強引なことしてんなと思ってだからまあそれデイリーはそういうやっぱ入り口はやっぱりだ、情報は入り口だけでいいんですよね、なんかあんまり情報しなくていいよっていうのは、はい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 、あくまであの人に興味を持つきっかけとして情報があった方がいいよっていう、醤油かけご飯食べたいんだけど、それだといけないから一応卵乗っけるみたいなもんですかね卵はそんな言い訳なんですかね
それでも人によると思うんですけど、本当に美味しいのは醤油かけご飯かもしれない。いや、ここ結構賛否両論だな。違うな。あれ前別役さんと石井さんが言ってた、バター食いたいんだけどそのまま食べるといけないから、パンに乗せてるって言ってて、はい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 、これかもしれないですね。そうですね、それはいいですね。うん、本当はそういうね、着丼でちょっと浮きましたみたいなところはバターなんですけど、まあ、いきなりね、はい、バター手づかみで食うのもいけないんで、なんか2000円のパフェみたいなところを、ね、うん、あった方がいいよっていう。でそれがね、この変な写真は何かって言いますと、はい、岡山に地元でガリバートンネルって呼ばれてるなんか地下道の入り口があって、そう、入り口は広い方がいいって、中は狭い方がいいって、いつもガリバートンネルみたいな構造がいいって言ってたんで、はいはい、ガリバートンネルの写真を出しました。あ、これ地下に入ってるんですか。そう、地下に入ってるから別に狭いわけじゃないんだよね。はい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 、うん、そう、まあでもこうあくまでキャッチーで、うん、中はバターを手づかみするサイトなんで、はいはい、だからこれもね、まあ、バター的な表現はいっぱいあるけど、やっぱりあくまで2000のパフェでした。なんかちょっと情報記事を装ってくださいみたいなことは言いますね。そうですね、やっぱり、うん、でもどうなんだろうね、最近そういうことをしないじゃない、割と分振りとか。ああ、はい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 、そういうのって結構もうあんた誰みたいな人でもその自分のエッセイを書いたりする、情報ゼロから始めたりするんだけど、はいはい、まあそういうものなんていうの、作品も徐々に増えてんだけど、デイリーは情報は入り口に情報を置くよっていうことで、とりあえずはその路線でやっておりますっていうことですかね。なんかでもそういうその知らない人の日記をみんな読んでるみたいなのって、うんうん、その文振りとか、そのまあ例えばノートとかだったら言ってるんですけど、うんうん、メディアの記事でそれってちょっとなんか通用しない気しますか。まあそれはそうだよね。例えばそれが有名な劇作家だったり、うんうん、なんかでね、歌手だったりとかだったら読むよね。はい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 、はい、でもさ、さっきテキストサイトって言ったけど、テキストサイトの時代ってみんな日記それやってたんだよね。ああ、まあそうですよね。俺もそういうことやってたくせに、なんでそんな今やっぱり入り口情報だよなんて言ってんのにさお前どこ、お前やってだろうって思うんだけどなんでなんだろうね。うん、でもやっぱ実際そうですよね。んなんかただのエッセイデイリーに載ってても読まれないですよね。読まれないよね、うん、でもそんなメディアはないか、メディアとしてはないのか、うん、かなって思いますけど、ね、急になんか文芸のメディアとかと急にエッセイの連載とか始まって知らない人だったりすることはあるのかな。でもそれやっぱすごい面白くないと載っけてもらえないのかな。今日って、まあ、今日収録、この収録してる今日載ってた唐沢さんの滝のやつとかも、まあエッセイだったもんね。エッセイ、ああ、あれはそうですね、ちょうどそんな感じです、ね、行きたくねえっていうの面白かったけどねすげえわかるわあれね、あれとかもなんか、あれなんかさ、最後すごい変なこと書いてるとこなかった、唐沢さんの最後どんな感じですか。最後なんか滝見ておしっこみたいなこと書いてるとこなかったっけ。あ、後半の尿って書いてある、ね、そう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 え、めちゃめちゃ面白いよ面白いよね。ギリギリの球を投げてくるよね、なんかこう下品にならずにっていうか。そうです、あれもなんかおしっこみたいだとただ下品ですけど、うんうんうん、後半のがついてることによってすごい、そうだね、なんかいい表現ですよね、うんうんうん、そう。だからまああれもね、その記事のコクの部分はそこなんですけど、うん、コクの部分が尿って言うとすごい今変態みたいになってしまったんですけど、例え話がこれすごい良くないな、この今日の話でもそういう、だからでもやっぱりテーマの、でもね、滝で Google マップの評価低いってもすごいキャッチーだしね。うん、あれもね面白いですよね、うんうん、はい、という
すいません、ちょっといろいろ話がとっちらかりましたが、はい、うん、ということを考えた記事でした。まあすごく読まれましたね、はい、これね、うん、うん、よかったですね、はい、以上です。